夏目悪いけど戻しといて。あ、お願いします。ヌン検査します。もう乗ろうとしてきたやつ全員殺すんで。くる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 、見たエンジンから。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ナイスボタンです。特にありません。はい、まあ、はい、まあまあ、あ、ヌーン右に押しときました。なんでですか。ナイス、ありがとうございます、助かります。ありがとうございます。あ、みんな嬉しいのか、みんな。ナイスナイスなのか、ね、まあでもアーカイブ脇だったら、まあその後すぐに乗れるから、まあ、確かに なしではないんじゃない。ナイス、脇位置的にかも、まあ、あ、インポスターの心になって考えてみてください。ありがとうございます。ナイス、インポスター全と使えるか関係ないんだよな。エンジンルーム、エンジンルーム、ウォー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 、メインホール、ウォー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 、剣を前、エンゲンジサイ、燃やし尽くすぜ。黒黒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 黒ピンク、黒ピンク、黒ピンク、黒ピンク。ナイス、おお、報酬出ない。うわ、いいボタン、いいボタン、ナイス、ボタン、ナイス、しました。最強、ありがとうございます。コミュースターボードリアクター左に直しました。右、ありがとうございます。アタマス、コミュースターボ直しに行こうと思ったら昨夜さんに直されてました。ええ、うん、なんて言ったんですか。かぶって分かんなかった。コミサボ直しに行こうとしたら直されてた。直しに行こう、ナイス、ナイス、ないんですよ、残ってなかった。だから白身サーボ中みんな、タシキンさんってあの別に疑うわけじゃないですけど、さっきあのシャワーで政治があったってどちらに行かれました。え、夏目先生が右に持ってきたヌーンを左に持っていきました。ナイス、ナイス、いやー、インポスターっすね、これは。左に持っていくなんてありえないね。じゃあ夏目悪いけど戻しといて。あ、お願いします。マジで。ヌーン検査します。もう乗ろうとしてきたやつ全員殺すんで、来ないでください、証拠金。右にあった方が、あの、多分押しにく行きやすいは行きやすいの間違いないと。インポスターの心になって考えてみてください。貨物、貨物、うん、7、2、4、毎回一発でできちゃうのちょっと才能を感じちゃうな。かあ、これだから天才は困る。青木、青、青さん、え、ちょっと早い、どうしたん。俺は早い、早い。え、夏目先生おっしゃったことはヌーン右にありますね。ヌーン普通に右にありましたけど、あれどういうことですかこれ。え、なんてボタン、右に持ってった人が、あ、僕が持ってってたリアクターの左に乗って右直せなかったんだ。嘘つきだ。嘘ついてないよ。言わなかっただけで、言ってないだけ。嘘つきはインポスター。言ってないだけで嘘ついてないですよ。なんでボタン押したの？それを、うん、それを。そのためだけでボタン使うのか。昔は白いかなと思ったけど。まあ、あ、いや普通にあと上側にタスがなかったんでめんどくせえから。なるほどね。なるほどね。ナイス、ナイス。青木青だったっけ。
おお、来た。オッケー。ボタンはもう押した。紫。ないのか。ハイセンダスク美しいな。最近エイムいいな。紫。コアメイン脇の時でいいや。紫、水色、黒。はい。昇降機の昇降機っていうか、宿舎前の右のドアのとこに死体が転がってまして、そのとこに行ったんだ。はい。宿舎前通路の、右側のドアっていうんですかね、昇降機行く側のドアに、閉まってた状態で肉が見えてました。で、エンジンルーム側のドアは開いてました。エンジンルーム左からってことかな。すみません、情報あります。停電の5から10秒ぐらい前に、酒屋さんと電気室ですれ違って、停電中僕ずっと電気室にいたんですけど、その後、右のバイタル見たらもう死んでました。え、なるほど。だから停電終わった2、3秒後にはもう死んでる。え、でもミーティング今2回上がる音聞こえましたけど。あ、ごめん、俺がね1回上がって降りた。あー、オッケーです。うん、だから今ヌーンを右から左にやって鳴らしたろうと思って、インポスターの気持ち考えてくださいって言いに行こうと思ったんだけど、通りすがら見えたんだよね、酒屋さんの肉が。だから通報した。 あれ、エロちゃんどっちから来てってだったっけ。リフト、アーカイブからリフトか。はい、で左に行ってます。で、登った時点で見えたってことが。アーカイブから抜けていくエロちゃんさん見てます。カメラです。カメラ、ダチキンさんがセキュリティ見てた。ダチキンさんセキュリティ見てたんだったら他見えてる情報ないですか。誰かがアーカイブに、アーカイブから右に行こうとしてる鍵は見えたけど、誰かがまでは確認できませんでした。エロちゃんさんが左に抜けてるのは見てる。俺ちょっと情報あるんですけど、アドミン見てたら、はい、金庫からコックピットにベント使って来てる人いました。お、金庫から。じゃあその人じゃない、その人が、うん、しかもやってることがキルクラ来てなかったの、殺した後。それやったらセンタンさん、いつ頃ですか、最後ですか。本当にレポートされる10秒以内。ああ、じゃあ、うん、ザチキンさんは無理かな、それは。あ、現著目線もザチキンさんは無理です。停電直した、はい、展望デッキ直した時にザチキンさん展望デッキいらっしゃったので無理だと思います。ドア閉まってたけど、ね、夏目怪しくなりますね、これは。下のドアは開いてて、右と左のドア閉まってたと思うんだけど。アドミン2になって柿さんが殺されてないんだったら、多分殺した直後にアドミンに飛んだんだよなってことになるよね、ほぼ。ドアがね、なんかおかしなことになってはいますね。これで14秒13秒。あ、キャンセルだな。また次の機会にやろう。命をかけて、タスクは命より重い。命がけでタスクやりすぎないからね。紫、黄緑、黒、茶色。あ、弁当の話詰めないのかな。自分押せないっす。なマジか。あ、夏目先生の情報なら落とせます。シャワーに行ったんじゃなかった、アーカイブあたりに。はい、シャワーにいました。ナイトメアさんと夏目先生を置いて僕はミーティングルームに行ってます。県庁する で、その後エレジーさんが多分エレクトリカル側から出てきたと思うんだけど。はい、間違いないです。僕はそのままエレクトリカルに降りてます。エレクトリカ
あれ、ナイトメアさん、ナイトメアさん、あれ見てないな。いや、僕も見てないです。ナイトメアさんを置いて、で、エレジーさんと、メインホールで合流し、一緒にミーティングルーム行ってるので、エレジーさんが夏目先生の切りは無理です。僕視点は、僕はエレジーさんも見てるし、現状さんの後を僕つけてるから。はい、まあ、他の情報で、アドミン、はい、アドミン情報持ってます。ミーティング4、メイン1、バイタル1、キッチン1で、はい、キッチン2が、多分消えて、あと1人どっか消えたんで、セキュリティとキッチンの間の通路ら辺で死んでそうです。はい、そのセキュリティ1抜けた影がエレクトリカルからメインに上がり、メインの1人が多分エレクトリカルに下がって、そっからまたキッチンの方に向かってるけど、そこで死体発見されてないのかなと思ってます。ナイトメアさんじゃないですか。僕見てないですけど。うん、僕だから、僕エレジさん見てるんだ。僕はだから、エレジさんをがメインに上がっていくのを見て、セキュリティ、エレクトリカセキュリティ、僕が最初キッチンです。あ、僕視点は現状さんしか死んできてないから、それはごめんなさい、見てくれてるのはありがたいけど、わかんないなって感じです。エレジさんがそこにいるのを誰か出す前に僕は出してるんだから、僕はエレジさん見てる。インポスタービジョンじゃないかって話をしただけで、まあそれはあれだと思うんで、やめておきましょう。ごめんなさい。あと、エロちゃん、多分キッチンしたエロちゃんです。はい。なるほど。キッチンは最終1上がったんで、キッチンとセキュリティの間の通路辺で死んでそうなんですけど。ああ、ダブキルだからってことかな。ダブキル起きてるんだっけ、多分メインとキッチンセキュリティの間ら辺で死んでそうなんで、キッチン通ってるナイトミヤさんとエレジーさんが黒そうって思ってるんですけど。あ、僕、ごめんなさい、いいですか、いいですか、いいですか。柿さんのイベントの容疑者って、もう夏目先生とナイトミヤさんしかいなかったと思うんですけど、どうでしたっけ。そうですね。あ、ナイトミヤさん。あと、まあ、そっか。はい、僕あとすいません、あの通信室で足井さんも見たんですけど、僕柿さんの弁当の話の時、一情報一個も落としてないのに、なんで釣られてんの対抗位置、まあいいよ。あ、メニュー分けばよかった。でしょ、連続切るから金さんがその情報、はい、まあ先ほどの件でも、あ、すみません、あの初手キルの容疑者なんですけど、ちょっと後出しで申し訳ないんですけど、俺現状さんも一応できなくはないと思っていて、はい、殺して、はい、アドミンに行って最終の情報を言うっていうのってできると思いませんか。現状じゃないですね、アドミンいるのは。あ、ガキさんが、ね、それが、はい、僕は展望デッキで停電を直して雑菌さんと合流し、僕は最後セキュリティなので。あ、そうか、ごめんなさい、聞き間違えた、ごめんなさい、はい、じゃあガキさんか。だから全然、ただ僕も全然弁当移動は可能な位置だとは思います。あ、そうか、失礼しました、はい、普通に聞き間違えした。昨日怪しいと思ったのが、そのコミュサブ前で、はい、センタンさん、足湯さん、エロちゃんさん、俺がいて、で俺とセンタンさんが右行って、で足湯さんとエロちゃんさんはどこ行ったのかなって思って。僕は武器庫の、AK、 あの上の銃のやつやって、でそれやってから、でそっから、エンジンルームの方抜けました。ミーティング最後4いたんですけど、エレジーさん、カキ、センタンさん、もう一人誰、現直さん、現直さん、はい、さあ、エレジーさんがそこにいたんだったら足湯さんだ、うん、ですよね。ごめんなさい、エレジーさんの方に見ちゃったんですけど、ごめんなさい、感じがします。足湯さんが相当怪しいと思ってます。最初の話ですよね、キッチンセキュリティって抜けた先ほどの話ですよね。ミーティング4の時の話ですよね。そうです、そうです、はい、うーん、まあ、ミーティング4連続キルする時間もあった気もしますけど、全部ナイトメアさんっていうのも、まあ、ケアでっていうのはありだと思いますけど、ナイトメアさん多分連れてると思いますよね、皆さん。僕は連れてると思います。あの初日の弁当移動の件も含めてでも。じゃあいいんじゃないですか。まあでも弁当移動の件は僕が嘘ついてるって可能性もなくはないです、ね。あ、まあまあまあ、そうですね。多分、現状さん目線で僕が最初の30秒でセキュリティ側でやっていたらギリギリできなくはないとは言われちゃうと思います。まあ、僕はメインホールでゴールしてるんでしたっけ、アドミン情報を、追記しとくと、メイン3になった瞬間もあるんですよね。で、1人残ってメディカルとキッチンの方に抜けてってるんで、それキッチンとセキュリティの間が1人消えてるんで。うん、あ、それがあれですよね、だとエロちゃんさんってことですよね、はい、あ、僕がそっち行ってるってことですか。あ、ごめんなさい、キッチンとセキュリティの間にどっちかで、メインにどっちか俺進行でいいじゃないですか、とりあえず
後ろを連れてる、はい、そういう感じで、はい、あ、間違えたけどいいや。あ、いいや。こっちあって、昇降機やって、次キッチン巻きにしよう。キッチン仮面。いただいていくぜ。ドア開けおじさんになろう。黄色、水色、水色、緑。監視カメラ見るか。キリする瞬間見よう。リアクターの右側で死んでました、はい、現状感が、はい、で、ベントが開いたの見たんですけど、エレジーがないまでは言いますよね、多分ね、カキさんね、エレジーさんはないと思います、ずっとカンカンしてたんで、うん、ってなるとアッシー参加センターさんなんですけど、はいはいはい、どちらにやってました、僕、セキュリティ、今僕エンジンです、セキュリティエンジン、あー、どうなんやろ、センターさんが序盤宿舎、あ、違う、リフトのところにずっといるのは見てた、うん、その後は、ね、そから今なんでタスクやりってセキュリティなのでずっとカメラ見てたけど誰も映ってないっていうのを証明できます、ずっと誰も映ってないっていうのを証明できます、え、ずっと誰も映ってなかったですか、うん、はい、あ、最後ちょっと離れました、最後の3秒ぐらいは分かんないけど、リアクター7枚ぐらいまでは見てました、じゃあ、あ、ごめん、ね、リアクター、あ、ごめん、ずっとって誤配がある、あ、分かれた後、AG さんとカキさんがはしごでずっとやってて、はい、僕ずっと立ってたじゃないですか、はいはい、でそっからカキさんが右の停電直し行った、はい、停電の時から最速でセキュリティ行って、はい、まあいいや、まあ、僕リアクターが鳴る前はミーティングルームにいたので、ちょっと別のアプローチです、はい、ライトミヤさんを釣ったのは僕だと自負してるんですけど、うん、いかがですか、まあ、それはまあいや、というか、その足湯さんの目撃情報がなさすぎて、そう、そう、センターさんとしかすれ違ってないんで、メインで、それしかないですよね。はい。なんかないと足湯さん釣っちゃう、多分ね。まあ、いや、そうなんですよ。他に誰か、誰だっけ、ザチキンさんの目撃情報とかもないですもんね。とりあえず、エレジーさんと、うん、カキさんはどこにいてたですか、僕はずっとミーティングの上にいて、センターさんがずっと待ってるから怖くて上にいて、はいはい、リアクターが鳴ったら左側の数、カキさんが昇降機で右左って言ってて、なんかもう一回右行くってとこ見たって感じ。ここは絶対釣らないといけない場面。はい。はい、じゃあ、足湯さんに入れます。すいません。カキさんだったらごめんなさい。カキさん、センターさんごめんなさい、足湯さん。いや、エロちゃんさんキルの疑惑がやっぱ、ああ、でも、足湯さんだから。そうっすよね。なんもね、思いつかんかったらずっと向こうに通してたんですよ。4人だったら釣らない場面あるで、ね、4人は絶対釣らないといけない場面じゃないよ、ナイスファイト、4人は別に絶対釣らないといけない場面じゃないよ、あ、違う、あれ先端目線だったらいい毒なんですよ、じゃあ、先端目線だったら対抗位置が黒くなってるから、あれもう、あ、じゃあ釣った方がいいって言ったら投票誘導できるし、そうそう、ベストな選択かな、先端視点で。いや、でもなんか対抗位置が分かってるから、センターさんがすごい自信なさそうに喋るもんで、黒
って思っちゃったんですけど。ちょっとなんか、そう思った、ちょっと。俺なんか、カメラずっと見てるって言ったけど、うん、そんな見てなかったかもと思ってた。待って、リアクター出るまでずっと。夏目先生死んでるのメインホールね。はい、適当に。メインホールと多分キッチンセキュリティの間で死んでますよね。はい、で、僕、あの前日死なんかったんはセンタンさんがやめましょって止めてくれたんで、僕センタンさん用殴らんくて、その無理やなと思って。ありがとうと思って釣られようと思って。すいません、ごめんね。いえいえ、大丈夫ですよ。いや、はい、僕自体はエレジーさんまで見えていて、エレジーさんと幻聴さんを見送った後に、そこで立ち止まって後から来た夏目先生を僕と重なった瞬間に殺して弁当使ってキッチンまで飛んでるので、うん、僕は。めちゃくちゃいいキルでした。うまかった、うん、なんかうまかったけど、逆になんか絶妙だったから、いやこれ俺どう考えても幻聴さんしか見てないからインポスタービジョンだったんじゃないって思っちゃった。まあ、ね、面白かった。まあ、あと複数人から白が出るとね、やっぱきついですよね。2キルする時間なかったって言えばよかったら。ずっと、ああそう、ダブルキル、そうか、ああそっかそっか、ずっとミーティングいたから、それ言えばよかった。ああ、そっか、その、あれですね、夏目先生が死んだ日ですよね。そうえ、いや、ザチキンさん、最後の最後、2キル最後してたから。院長さんの場面でしょ。あ、確かに確かに、2キルは数時間ないわ。確かに。でなんか余裕ぶっこいて適当にずっと見てたとか言ってて。ずっとじゃなかったなとか思って、ボロが出始めて。